どうもどうも、これからですね、この2008年 Wii のゲームキャプテンレインボーやっていこうと思います。よろしくお願いします。これはテレビなんやな。とりあえずオープニングデモみたいなのは見る派なので、ちょっと待ってみたいと思います。おう、これがキャプテンレインボーか。わあ、かっこいい。キャプテンレインボー。わあ、真っ二つや。かっこいい。ヨーヨーが武器なんや。おう、もうあらゆる敵をもう八つ裂きにしていってる。すげえ、キャプテンレインボー。おう、ほとんど何が言いたいか全然わからへん。この歌詞、いやーでもかっこいいぞキャプテンレインボー。わ、すごい化け物倒してる。これが変身前の姿ってことやな。そんなキャプテンレインボー、これからやっていきます。よろしくお願いします。おお、びっくりした。ボタン押したらいつでもオープニング見れるんや。嬉しい。ですね、まあすごいヒーローものに見えるんですけども、ソフトのパッケージを見る限りこれはかっこいいヒーローのゲームではないと書いてありました。なんかね、ゲーム的にはラブデリ系らしいのでね、そういうジャンルのゲームやったことないので楽しみです。じゃあやっていこう、初めから。うわー、この歌覚えたいな。よしやろう。おしゃれ。ファイル、じゃあ一番下で選びやすい。これは先輩君。自由の国マメルカのヒーローキャプテンレインボー。ハンニルフは彼はマメルカ中の子供たちの憧れの的だった。敵都合が3には流行に合わせてヒーローは次々に現れる。あ、マメルカはもうヒーローの競争が激しいからな。キャプテンレインボーはいつしか時代の波に飲み込まれ、番組の視聴率はみるみる低下、そして降板。ああ、テレビ番組があるんや。レギュラーがあったんやな。タイガー&バニーみたいな。わあ、落ちぶれた彼など子供たちは見向きもしない。そりゃこっちの方がかっこええよな。金属のボディやもんな、こっちはな。これは、そう言われてみたらダサいな。ヨーヨーってな。このまま終わるわけにはいかない。この冴えない少年、青年はニック。キャプテンレインボーの変身前の姿だ。冴えへんなぁ、ニック。丸太4本だけのイカダで、大海原に出てるやん、ニック。彼は決意とともに船を漕ぎ出した。ほら、もう。船って言うてるもん、これのこと。冴えへんわ。
目指す場所の名はミミン島。願いを叶える不思議な力があると言われている島だ。彼の願いは決まっている。もう一度子供たちの憧れのヒーローに。おや、あれはなんかウサギみたいな、見たことのない生き物が溺れている。ニック君、いやキャプテンレインボー、ヒーローならどうするか分かっているな。おお、変身キャプテンレインボー、かっこいい。我が身を顧みず水中へ飛び込むキャプテンレインボー。そう、ヒーローはいつもかっこよく現れ、かっこよく人々のピンチを救うものなのだ。キャプテンレインボー、溺れている生き物をかっこよく救出。嫌な予感。やっぱりできなかった。死ぬ。説明しよう。キャプテンレインボーは水が弱点なのだ。水に触れると変身が溶けてしまうぞ。柳瀬隆先生のヒーローと一緒やん。困ったことに彼は金槌だ。しかも、いや友だ俺や。死ぬしかない。泳げないニック君が海中に飲み込まれていく。なんかもうすごい凶悪な魚みたいなもおるし、いやしかもベルトが取れてる。なんということだ、よりによって大事なベルトが外れてしまった。ベルトが外れるってどんなこと、どういう付け方してんの。ニック君、ベルトがなくては変身できないぞ。君の願いはもう一度子供たちの憧れるヒーローになることだろう。誰が言うてんのこれは。憧れのヒーローに。頑張れニック、死ぬな。死んだらもうこの動画が終わる。あのウサギみたいなやつ全然助けられてないけど大丈夫かな。おお、うわすごい、なんか独特なグラフィック。あ生きてる。ヒーローに、もう一度ヒーローに。うなずいた。ん？ああ、気持ち悪い。気持ち悪い、気持ち悪い。耳取れた。気持ち悪い。え？光って？ん？あ、腕輪になったぞ。あ、そして立ち去る謎の生物。ああ、また生えるんや。メガネ、メガネ、メガネ、メガネ。よしよし。じゃあここネクタイの結ぶ位置の低さ。なんか腕輪がつきましたよ。ああ、ベルト、ああ持っていかれてる。どうすんねんニック。おいニック、ああ操作できる。よしよしよし。ベルト、ベルト。こいつらか。おい、返せ。あれでも、持ってないぞ、ベルト。ん？ハニワだ。すぐに壊れそうだぞ。壊せるんか。どれや、ボタンは。なやこれ。なやこれ。おいててて、おいててて。押しっぱなしにして。何これ。あ、タックル、タックルか。あ、星出た。何これ。何星、取ったよ。うん。え、違う違う、ベルト、ベルト。ベルトが欲しいね。おー、なんや。あ、人がおる。ターゲットしてこう調べるんやな。お花見のお弁当だ。色とりどりのお料理が並んでいる。誰もおらんの。
うわ、なんか花札みたいなしてる跡がある。怖い。爆地してる。人がおるよ。すごい近くから見てる。かぐや姫、少し哀れとおぼしけり。それより、なん、少し嬉しきことをば、わからん。目があったぞ。その腕はあなたが。頭どうなってんの。はじめまして。あ、うちの名前は光言います。先日天からのお告げを受け、腕輪をつけた人、あなたのことをお待ちしておりました。お名前をお聞きしてええやろか。京都の人や。京都の人っていうか、京都なまりっていうか、ニックハンというんやね。さあみんな聞いておくれやす。大事な人が来はったから、今日の紙芝居はこれでおしまいよ。めっちゃ嫌がってる。ミミンちゃん、わがまま飽きまへんよ。ミミンちゃん、めっちゃ嫌がってるやん。ミミン島を目指してるって言ってなかったっけ。じゃあ着いたってことや、ミミン島には。これがさ、ミミン島の精霊ってことか。今日は堪忍してな。うちら島の住民のこと、そして、その腕輪とこの島の伝説について、ニックハンにいくつかお話ししたいことあるんよ。お話を聞きに、後でうちの家、神社の本殿へ寄ってくれまへんやろか。はい、家行っていいんすか。出会ったばっかりやのに。うふふ、おおきに、かわいい。ほんなら肉飯お待ちしております。ニックの顔が基本的ににやけてるから、なんか紙芝居を入れる箱だ。よいしょ、よいしょ。ええんかなこれ。ハニはガンガン壊してるけど。あ、星や。あ、星ゲージがちょっと溜まったんか。怒られへんかな。ん、美しいフォルムの黄金像。ニックハン、それよりも、うちが大事にしてた埴輪、えらい楽しそうに壊してはりましたな。とか言われへんかな。ニックハン、はい、お邪魔します。来てくれたんやな。それ行くとこないからな。ようこそおいでやす。お邪魔します。寝室どこですか。ほんならまず、ニクハンが来はったこの島についてお話しします。この島の名前はミミン島。ミミンというのは島の精霊、あちこちおる白いちっこい子らのことよ。完璧に合ってた。島の精霊とか。そしてこのミミン島には願いが叶う不思議な力があると言われとるんよ。そう聞いてきました。せやからみんな願いを持ってこの島にやってくるんよ。はい。この頭のデコの、これなんや。デコのこの顔が本体やった。どうしよう、怖い。もちろんうちもそう。せやけどまだ誰も願いを叶えられてないんよ。はあ、メガネが釣れた。ニクハン、これから話すことはうちしか知らへんことよ。よう聞いておくれやす。出会ったばっかりで秘密を共有するなんて。願いを叶えるために必要なものは2つあると言われとるんよ。その一つがニックハンのつけてるミミンの腕輪なんよ。ほう、これミミンの腕輪は星に選ばれし者の証と言われております。腕輪を持ってる人がこの島に来たということは、願いを持ってこの島にやってきたうちらみんなの運命が動き出したってことなんや。星に選ばれた。
腕輪を持つニックハンに見てほしいものがあるんよ。ちょっと奥の部屋へ来ておくれやす。奥の部屋。じゃあ、あの耳ちぎれた気持ち悪いやつ、まあまあニック、このメガネに見どころありってなったやな。さえへんわこの走り方。うわさえへんわニック。キョロキョロすんなよ。キョロキョロすんなよこいつ。はい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 、来ましたよ。ようヒーローになれたな。ニックは見てほしいもんはこれなんよ。すごい斜めのふすま。ね、この神社は腕を持つ者をこの場所へ引き合わせるために建てられたと言われとるんや。はい。そしてこの石壁には腕輪の者にしか解けない謎が隠されてるらしいんや。はあ。これは、これはキャプテンレインボーのコスチュームじゃないのこれ。この石壁の謎が解けたとき、うちはニックハンを真の腕輪のものと認めて、認めてないんやん、じゃあ今。まだ認めてないんや。この島で願いを叶えることについて知ってることをすべてお話しします。ニックハン、はい。まあまあまあ、こいつは信用しにくいわな。今うちがニックハンにしてあげられることこれくらいや。うふふ、少しじっとしといてな。なんやかわいい、何してくれんの。手を取って、なに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 。あ、怖い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 。キョロキョロすんなよ。なんやなんや、なんかされた。これでこの腕輪は一生外れへんようになりました。外そうとしたら心臓が破裂します。よろしゅう。突然堪忍な。何したんじゃ女こら。腕輪がニックハンのこと導いてくれるようおまじないかけといた。うちのおまじないがこもった腕輪の力で切り開ける道がきっとあるはずよ。ニックハンが石壁の謎を解いて、みんなが大切な願いを叶えられる未来が近づくとうち信じとります。それは信じてるけど、俺をまだ真の腕輪の者とは認めてへんねやな。動ける。不思議なレリーフのある石壁だ。真ん中にどこかで見たような人の形のくぼみがある。いや、キャプテンレインボーやろ。どこかで見たようなとか言うなよ。お前自分のことやろ。書きかけの紙芝居。布団や。布団が敷いてある。寝ますか？寝よう。もう思いっきり靴のまんま。あ、メガネ外して。寝ろや、目閉じろ。うわ、いびきかいてるわ。さえ、うわ、もう寝相悪いわ。さえへんわ。うわ、優しいわ。優しいわ。いきなりやってきたこんなやつ。あ、夜になるんか。メガネメガネ。お？ポインターで刺してええで。え？開けてええの？まあ、ええか、俺、腕輪を持つものやし。じゃあ左。空っぽかい。あれ？今日はもう触らないでおこう。なんやねん。あかんのか。おう、おはよう、お前。これを受け取っておくれやす。はい。はい。ミミン島の地図を入手。オッケー、ありがとう。島は広いし、道に迷ったらその地図を開いてみるとええよ。
ニックハンが使いやすいように、せやな。この可愛らしいボタンにくっつけとくな。マイナスな。はい、了解です。あともう一つ、これもお渡しします。なんやろ。なんや。なんやこれ。糸電話か。あ、ミコ電話。ミコと繋がるから?それはうちへの直通の電話なんよ。ニックハンが今何やっとったかなとか、次何するんやったっけとか、困ったことがあったらその電話でうちに聞いておくれやす。占いで分かる範囲でお答えします。懐にしまったアイテムはプラスで使えるんよ。話が長なってしもってえらいすんませんけど、一番大事な皮屋についてお伝えします。皮屋、トイレのことやで。まあ大事やわな。どこでしたらええねんってなるからな。川屋はこの神社の本殿を出たら隣に見えると思います。うちの話を聞き終わったらとにかく真っ先に入っておくれやす。あ、そうなん。別に溜まってないかもしれんけど、そこで大事な記録ができるはずなんでよろしくお願いします。あ、セーブポイントなんや、トイレが。ほんならニックハン気ぃつけていってらっしゃい。オッケー。なあなあ、何してんの。島にはあちこちに遺跡があるんよ。なんか発見があるかもしれまへん。怪しい遺跡があったら詳しく調べてみるとええよ。おお、神棚、神聖な道具が並んでいる。神棚って言ったんかと思った。ぼんぼりだ。鏡や、鏡らしきものがある。持っていけんのか。お、なんや。なんやねん。サムズアップ、イエーイ。鬱陶しがられそう。行こう。とりあえず川やな。見えるって言うとったけど、見える。見える、見える。川ややな、これは。わかりやすいな。ノックしてから入れよ。うわー、もうそのいきなり開けんなよ。おう、ファイルを選択。はい、上書き。おう、おしゃれ、キャプテンレインボー。セーブ完了。オッケー。なるほどなるほど。腕輪に認められた、ん、腕輪を持つ者として選ばれた、ニックが、まあ、この島の人たちの願いを叶えていくってこと。いや、じゃあ自分の願いも叶えなあかんよな。もう一度みんなに慕われるヒーローになりたいって言ってた。うんうん、そういう風に頑張っていくってことやな。おう、抱っこした。投げた。え、これこうやったら海に落とせるんちゃう。海っていうか池に落とせたわ。死なへんのかな。なるほどなるほど。まだまだ、わからないことだらけですけど、これから頑張ってやっていきたいと思います。編集は頑張らないし、好きなようにプレイしていく、タイプなので、まあどうなるかわかりませんけども、よかったらこれからもよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。